Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast series live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Emi Hanamizu, Advanced Planning Advisor at Valley of the Temples, next to Byodo Inn in Kaneohe. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は Valley of the Temples 霊園で就活アドバンストプランニングアドバイザーをしていらっしゃる花水恵美さんをお招きしています。恵美さん、今日はお忙しいところわざわざスタジオまでありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、恵美さんは長い間、はい、その銀行業務で相続のアドバイザーとしてキャリアを積んでいらっしゃったということなんですが、はい、今はこのハワイの霊園で、はい、日本人向けの、まあ、そのお墓とか霊園とか、はい、就活のプランニングアドバイザーをされているということなんですが、はい、そのまずですね、その就活っていうのは、どういう感じなんでしょう。ちょっと簡単に教えていただいていいですか。はい、就活という言葉が生まれたのは約10年前なんですけれども、はい、ベビーブーマーの方が、はい、だんだんとこうもうリタイアをされて、うん、その60代とかになっていらっしゃった時にですね、はい、これから、まあ、自分のエンディングを考えて、うん、今の、うん、自分を見つめて、はい、そして今をよりよく生きていく、うん、そういう活動が、うん、就活というふうに呼ばれています、うん、はい、今のためのそうです、ね、っていうんですかね、はい、別にその亡くなることではなくて、はい、それを目線に入れて、ね、今の生活をもっと良くしていこうと、はい、そうです、そんな感じなんでしょうか、はい、そんな感じですね、はいはい、でその就活のアドバイザーというのはどういうことをされてるんですか。はい、まあ、私がアドバイザーをするきっかけになったのが、うん、主人のお友達が、はい、バレーオブザテンプルズでお仕事をされてまして、はい、で通訳として、はい、お手伝いしてもらえないかと言われたので、はいはい、それでその時に、まあ、始める前にまず霊園を見てほしいと言われて、うん、バレーオブザテンプルズの隅々まで、はいはい、ご案内してくださったんですね、はい、でその時に、うん、今4年前です。今から4年前に開発されたオーシャンビューテラスっていう新しい場所があるんですが、はい、ホテルの名前のようですね。そうですね、そこが平等院がありまして、その横の道をこう持っていった山手の、はい、上の方にあるんですけれども、はいはい、そこに入った途端に、はい、滝が流れてまして、はい、そしてレッドジンジャーとかですね、うん、赤い神社、はい、生姜の花ですね。はい、そうです、はいはいはい、その花がこうすごく綺麗に植えられてあって、あ、はい、そこにこうそこ入った途端に私ワオって言っちゃったんです。ワオワオって言っちゃって、はい、で叫んでワオって本当に叫んでしまったんですけれども、はい、でそこからそのハートの、車道になってるんですけど、はい、それをずっとまた上に登っていきますと、はい、今度カネオヘベが見える、はい、カネオヘ1ですね。車から降りまして、うん、でそのバーッと海が見えるわけではないんですけれども、うん、少しこう見えるんですね、はい、でその風水のマスターが、はい、そこをデザインされたんですけど、はい、なるほど、風水学でいうと、はい、オーシャンがザーッとこう見えるよりも、うん、こうちょっとこう見える方が子孫が繁栄するらしいんですけれども、はい、そうなんですね、はい、バーッと見えるオーシャンビューではなくて、チラリと見える方がいい、はい、それがいいそうです、はい、でそのなんかすごく適度にチラリと見えるオーシャンビューを見て、はい、そしてあとその小鳥のさえずりですね、うん、ハワイはたくさんいますよね、はい、はい、それと平等院で観光客の方が、うん、鐘をつかれるんですけれども、はい、そのボーンっていう鐘の音が、うん、その霊園の、オーシャンビューのところまで聞こえてくるんですね、はい、でもそれをこう肌で感じた時にこうビビビってきまして、はい、ビビビときた、お墓でビビビときた恵美さんでした、はい、それがなんか本当にお墓というイメージではなくてですね、はい、日本のこうお墓ちょっと暗いイメージがあるんですけれども、そうですね、墓地とかね、うん、いう感じですよね、はい、もう
そのお墓のこう私の中でお墓のこう考えと常識がちょっと覆された瞬間だったんですけど、うん、あここだったら永眠したいなと思ったんです、はい、ここだったらずっとここにいてもいいと、もういつも、はい、もう帰りたくないみたいな帰れないですけどね、はい、帰りたくないみたいな気持ちに、はいはい、じゃあその相続アドバイザーをされていて、はい、まあ、お金のことをやっていらっしゃった、そうなんです、はい、それが今度はそのまあ、帰りたくないところのアドバイザーをしてもいいかなっていう感じになったんですね。はい、じゃあちょっとここで、はい、あの今そのビビビッとエミさんが来た写真のなどを見せていただきたいと思うんですけれど、はい、はい、So if you don't mind showing the first picture、 あこれはあそれはファイナンスアドバイザーの時の、はい、であのとってもこう金融の感じですが、そうですね、硬い一日っていう感じですが、はい、このエミさんがですね、はい、ここに行って変わったという Next one、ここを見て私がワオって叫んじゃったところ、あここがワオの場所ですね、はい、ですオーシャンビューテラスと書いてありますが、はい、そうです、あの後ろに見えるのはコーラオマウンテンなんですね、あれがハワイオアフ島の真ん中を通っているコーラオマウンテンというところですね、はいはい、で先ほどおっしゃっていた赤い、はい、神社、はい、生姜の花がこうなっていると、はい、はい、そうですね、はい、Next one、でここがチラリと見えるチラリと言ってもとっても美しくチラリなんですけれど、はいはい、これがじゃあ そこに立って海を見たところですね、はいはい、そうですね、で後ろにあのとっても綺麗に見えるあれもコーラーマウンテンですか、あそう、ちょっと分からないですか、あれも美しいハワイの一部です、はい、はい、でもこれはその霊園の中ということですね、はい、海が見えるカネオヘベイが、はい、カネオヘワンが見える場所であると、そうですね、okay? And next one、はい、これがそうです、ハート型の車道になってまして、はい、であの風水の先生がコーラーマウンテンが、はい、あのドラゴン、ドラゴン、竜、はいはいはい、でそのドラゴンの懐にこう、はい、あの抱かれているような場所でにあるということらしいんですね、はい、このハートの真ん中を通っているのは何ですか、それがの滝なんですよ、あそれが滝ですね、はい、でそこにお水が流れてるんですね、です、はいはいはい、はい、Next one、 そしてあの、はい、こちらがあの納骨堂と呼んでるんですけれども、はい、このアロハシャツと、はい、あの帽子なんですけれども、あなるほど、そういうふうにあの皆さんがご自分の好きな、はい、あの形とかデザインとかにしていただくこともできます、これもしかして墓石ですか、そうです、墓石がアロハシャツと、そうなんです、この方サングラスもそうなんですかかってますし帽子もあると、はい、こういうこともできると、はい、そうなんです、とってもハワイらしいですね、そうなんです、なるほど、はい、これ最後の写真でしょうか、あもう一つ、okay. One more、はい、こちらが平等院の、はい、後ろにある、はいはい、仏像の後ろにある あの納骨堂で、はい、あの去年、はい、新しくあのガラス張りにされたんですけれども、はい、このこう一つ一つのこういうキャディみたいなのが、はいはい、それが納骨堂になります、納骨なんですね、はいはい、であの去年あのガラス張りになったということで、はい、あのその中に、お写真とか畳をですね、はい、飾って、なんか写真を、はい、あの画面の右側にある方がいますね、はい、はい、あとあのワンちゃんの写真とかワンちゃんの首輪とかですね、はい、あのそういうこう形見を一緒に入れて、ペットの思い出の品、はいはいはい、あとお花を飾ってる方も、お花を飾ってる方もいらっしゃいます、はい、であのそういうふうにあのもうお参りする時にこうお写真とかも見れますので、あの本当に亡くなった方をこう、はい、近くに感じながらお参りしていただけるようになりました、はい、これずっと奥の方まで見えますが、あの一番先には何があるんですか、はい、お釈迦様が、あ、お釈迦様がやはりあの 仏殿ですからね、はい、ということですね、はいはい、でもこちらの平等院というのは、はい、あのバレーブテンプルズを建てられた、うん、最初に建てられた、はい、あのポール・トラウゼルっていうあのデベロッパーの方がいらっしゃるんですけども、はい、彼がその平等っていうのがイコールということなので、はい、OK Yeah, that's about the... Thank you、yeah.あのイコールという意味、平等が、はい、イコールですね、ですね、はいはい、それでその、まあ、国籍宗教、うん、そういうのに関わらず、うん、皆さん世界中の皆さんに来ていただきたいっていう意味で、はい、平等院を選んで、はい、そしてあの京都の宇治にある平等院のレプリカを建てられたんですね、はいはい、あのハワイにいらっしゃった方はご存知だと思うんですが、カネオヘ
ホノルルの向こう側ですね、あの山を越えた向こう側には平等院のレプリカが建っています、はい、それがその今 Valley of the Temples がある隣のと同じ敷地であるところですね、はい、ということだそうです、はいはい、ありがとうございました、はい、それでその、まあ、先ほどの話に戻るんですけれど、はいはい、その就活をしていらっしゃって、はい、もうあのエミさんがビビビッと来て、はい、素晴らしい、はい、ここにいたいと、はい、でそこからじゃあそれをどうして例えば日本の方に紹介しようとかそういう気持ちになられたんですか、はい、あの私もこちらにも31年住んでるんですけど31年間、はいはいはい、住んでるんですけど赤ちゃんの時にいらしたんですねそうなんです、はいはい、あのそれで知らなかったんですね、はい、こういうところがあるということあで、あのちょうど平等院 の, あの前があの芝生のお墓になってますので、うん、土葬用しかないと思ってたんです、はい、ですから、まあ、あの私たちこちらは、ね、土葬、はい、土葬が多いのかなと、はいはいですよね、それで、まあ、私みたいにその仮装をして、うん、で特に私たちは子供もいませんのであお子さんがいらっしゃらないご夫婦である、はいはい、それであのもうあの亡くなったら、うん、あの主人サーファーですしサーファーのご主人がいらっしゃるんですね、はい、であの主人のサーフスポットのところにですね、はい、あの散骨してもらおうっていうふうに話してたんですね、はいはいはい、散骨をされる方っていうのは日本の方でも最近多い最近増えてますね、はいはい、ただそれはですね、うん、こういうところがあるっていうことを皆さんご存知ないと思ったんですよ。うで私も主人も散骨組だったので、うんはい、でもそこに行った時にあ私ここにあの永眠したいって言ったら、はい、主人がミートゥーとか言って、はい、もうなんか2人で一緒に一目惚れしちゃったみたいな、はい、お墓に一目惚れをしたと、はい、じゃあ散骨はやめて海はやめて、はい、ここに寝ようと、寝ようとそんな感じになられたんですね、はいはい、それを皆さんにも知っていただきたいなって思ってで、まあ、通訳の仕事を始めるようになったわけですね、うん、じゃあその散骨もずっとこう頭に入れられていったけれど、はい、そういう場所があるっていうことを知らなかったからそうであって、はい、じゃあ日本の方もハワイが好きな方が、はい、例えば海で散骨をしたいという方もいてもいいけれど、はい、それ以外にこういう場所もあるんだよということを伝えたいと、はいはい、そういう気持ちということでしょうか、はいうでねはいはい、で、まあ、実際にどういうふうにやるかとかっていうのをまたちょっと後半お話をしていただきたいと思うんですけれど、はい、あの今のお話ですとこの土葬だけではないということですね。そうなんです、はい、あの仮装もあり得るし、はい、仮装した後にその遺骨っていうんですか、はい、遺粉っていうんですか、はい、それを散骨することもできると、はい、で、まあ、先ほど写真でも見せていただきましたけどアロハシャツの墓石もできますということで、はいはい、いろいろな、はい、ご自分の皆さんがあの就活をすることによって、うん、自分らしく生きて、うん、そして生きた後も自分らしくずっといるためのお手伝いをさせていただきたいなと思います。なるほど。では自分らしくというところで、はい、ちょっとここでお休みをいただいてですね、あの後半また続きをお話しいただきたいと思います、はい、We're going to take a short break here and we'll be right back. Stay tuned. I'm Jay Fidel, ThinkTech. ThinkTech loves energy. I'm the host of Mina, Marco and Me, which is Mina Morita, former chair of the PUC, former legislator, and Energy Dynamics, a consulting organization in energy.Marco Mangelsdorf is the CEO of Provision Solar in Hilo. Every 2 weeks, we talk about energy, everything about energy. Come around and watch us. We're on at noon on Mondays every 2 weeks on ThinkTech. Aloha. Aloha. I'm Marcia Joyner, inviting you to come visit with us on Cannabis Chronicles, a 10,000-year odyssey where we explore and examine the plantthat the muse has given us. And stay with us as we explore all of the facets of this planet on Wednesdays at noon. Please join us. Aloha. We are back from break. I am Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Emi Hanamizu, Advanced Planning Advisor.ライブでお届けしております ThinkTech Hawaii 日本語番組こんにちはハワイ、こんにちは、はい、今日は、ハワイのお墓霊園などの、就活アドバイジングを通じて、まあ、就活のお手伝いをされている花水恵美さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします、
先ほどのお話ですと、まあ、あのいろんなことがハワイでもできるということなんですが、はい、日本の方でですね、まあ、日本しかないわと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんで、その日本とアメリカ、まあ、ハワイですね、この場合、あの違いっていうのはどういった違いがあるのか、ちょっとお話しいただいていいですか。そうですね、大きく分けて4つの違いがありまして、はい、まず1つはあのハワイの例年ではですね、はい、あの国籍、宗教、はい、そして居住地に関わらず、うん、はい、どなたでも購入していただけるということなんです、はい、あ、っていうことは別にアメリカ人じゃなくても大丈夫、はい、大丈夫です。ここに住んでなくても大丈夫、大丈夫です、はい、で例えば所有、まあ、コンドミニアムとかね、そういうのを持ってらっしゃらない方も、はい、でも大丈夫なんですか。大丈夫です。ああのパスポート、はい、あの身分証明書を、はいはい、それを提示していただければ、あ、はい、あとお支払いいただければ、はい、お支払いをいただいて、はい、いただいてください、はいはいはい、そうしましたら、はい、あのこちらの方に移民していただくことが可能になります、うん、なるほど、はい、で今例えばそのハワイでのそういうこう就活ですよね、はい、とその日本と何かこう違いっていうのは出てきてるんでしょうか。ハワイのやり方と日本のやり方みたいな、まあ、やり方といいますか、まあ、はい、あの基本は同じだと思います、うん、はい、で、あの、まあ、就活の一部にそのご葬儀のプランも入ってるんですね、うん、はい、あ、はいはい、あの葬儀ですね、はいはい、で、あの、まあ、そこで大きな違いといいますと、うん、日本だとちょっとお葬式に行くとこう皆さん暗くてこう泣いてらっしゃったり、もう黒の洋服で統一されて、はいはい、あの本当にこう、まあ、個人を、はい、まあ、忍びながら、はい、感じですよね。それが葬儀ですよね、はい、日本だとそうなんですけど、はい、ハワイは、はい、皆さんこういうアロハ、あのムームとかアロハシャツでもいらっしゃいますし、はい、こういうあの感じで素敵な感じの、はい、ムームでも葬儀に行けちゃう、はい、っていうのがそうなんですね、はい、ハワイでは、はい、そのお葬式っていうのがもうその亡くなった方のお祝い、うん、もうサラブレーションをしましょう。お祝い、はい、ですから、歌ったり、はい、皆さんで歌ったりですね、はい、あのフラをあの踊られる方もいらっしゃいますし、はい、またはあの、ね、結婚式でそのこう写真、小さい時からこういろいろな思い出の写真がありますね、はい、それをお葬式でもそういうのを作って、はい、あのそれを放映されたりとかですね。なるほど、はい、そこ明るいのがハワイの葬儀であると、はい、そうなんです。あ、で日本から来た方でもそういう葬儀ができるんですか。あ、もしご希望であればもちろん、はい、していただくことは可能です。でもちろんそのこう黒い感じの喪服の忍ばれる感じのもできる、はい、どちらでもあのごあのですから、そのアドバンストプランニングということは前もって、はい、あの準備をする、まあ就活もそうなんですけれども、はいはい、その自分がどのように葬儀をしたいか、うん、自分がどこに永眠したいかっていうのを前もってもう準備しておく、うん、それことによってですね、うん、あの自分が本当にしたいことが叶うということですし、うん、またそのしていないと亡くなったその残された遺族が本当に亡くなった方がこれで良かったのかなという、うん、そもう聞けないですので そうですね、本当にこうしたかったのっていうのを確認できませんので、はい、ずっと本当にこれで良かったのかなっていう、そのまあちょっとこう、うん、悔いというか、まあ、残ってしまうっていうのが多いので、はいはい、なるほど、残された遺族の方のためにも、うん、こういうふうにプランをもう立てておかれることが大切だなというふうに、はい、なるほどね、はい、思います。ちょっと就活っていうのはもちろん自分が、あの自分らしくというのももちろん大事だし、はい、うん、残された家族や周りの人のために、はい、例えばお母さんはこう言ってたわよっていうお姉さんがいて、はい、いやそれは違うわよっていう妹さんがいたり、そうそうそう、でこうなんか喧嘩になっちゃったりしてもいけないですよね。結構揉めたりするんですよね。あるんですね。あるんです。でそれがご本人が、まあ、私はこういうふうにしてほしいということを伝えておけば、そうなんです、はい、またはそのアレンジをできるんですか。はい、はい、あのこちらの方でエンディングプランガイドっていうのがございまして、はい、エンディングプランガイド、はいはい、それがもうすごく細かく、はい、あの本当にあのお葬式の時に、はい、棺で、あの棺でその姿を見せるのかどうか、うんうん、ショーイングって言いますよね。はい、あのビューイングって言うんですか。ビューイングですか、はい、ショーイングはあの見せる不動産の失礼しました。ビューイングですね。ごめんなさい。はい、それであのその時に眼鏡をかけてる方がいらっしゃいますよね。あ、いますよね、はい、でその時眼鏡をかけておきたいのか、うんうん、外しておきたいのかとか、うんうん、
どの服を着たいのかとか、どういう音楽をかけたいのかとか、はい、そういう細かいことまで全部記入できるものも用意してありますので、でそれをじゃあエミさんがアドバイザーとして一緒にやってくださるんですか、はいはい、そうです。あ、じゃあアロハシャツの、はい、あの墓石を建てましょうとか、はい、他にはどんなのがあるんですか。あ、今のところはですね、はい、まあ、あの既製品といいますか、あのできたものですね、できたもの、はい、で、うん、ハイビスカスとか、ハイビスカス、はい、はい、ホヌ、あのカメさん、あ、カメ、はい、あのハワイの言葉でカメのことをホヌというそうで、はい、はいはい、そういうあのいろんなちょっと変わったものとか、あと、じゃあ墓石がホヌってあのカメさんの墓石なんですか、うん、はい、はい、あと、まあ、鳥さんとか鳥、はい、はい、あと、まあ、あの祈ってる、あの手を合わせてる、ね、あ、例えば宗教がある方とか、はい、はいはい、じゃあそういうのもいろいろ選べる。そうです、はい、ですから、あのもしピアノがお好きな方はピアノのデザインをしていただくとか、フラダンスを踊られる方はフラの、はい、フラダンサーみたいな、こういうこう、そういうのもあるんですね、はい、あのあのまだないんですけど、はい、それをデザインあの作ってあのいただければ、希望が言えると、そしたらその通りに作りできるということなんです。なるほど、はい、じゃあそれを細かく決めていって、はい、それをあのエミさんのような方にアドバイスをしていただいて記録を残して、はいはい、であのそれは例えばハワイに来なければダメなんですか、それとも日本にいらっしゃる方でもそれができるんですか、はい、あの今その準備をしておりまして、はい、来年の1月あたりから日本に、はい、あのやはりこちらになかなかいらっしゃられない方もあると思いますので、はい、あの日本でも、はい、あのできるように今、はい、手続きとか準備をしていらっしゃるところです、はい、じゃあ日本にいらっしゃっても、はい、じゃあハワイのとのその葬儀のやり方とか、はい、どういうふうに就活をしたらいいのかっていうのを相談できる場所が出てきてくる、はいはい、お手伝いさせていただく、はい、なるほど、それはエミさんがやられるんですか。あの私がその、ま、立ち上げをいたしますけれども、はい、あの日本に住んでいらっしゃる、うん、はい、日本居住の、はい、ま、あの代理店の方が、あ、そういう感じで、はい、あのしてくださるようになる、はい、あのちょっと戻るんですけど、はい、よくやっぱりハワイで散骨を、はい、海が大好きな方、はい、で先ほどのサーファーのご主人の話じゃないですけど、はい、海に散骨をしたい、でもお墓も欲しいという、はい、そのこう分骨ってですか、はい、そういうのも可能でしょうか。もちろん可能です。できるんですか、はい、じゃあ半分はこっちで、そうです、半分は海 で、はい、で半分は例えば病院の納骨堂に入るとか、はい、まあ、そういうこともできるんですね。はい、できます。うん、そうなんですね、はい、で先ほど その大きな違いの中の2つ目がですね、はいはい、あの墓守がいらないんですね。墓守がいらない、はいはい、日本だとお墓を持ってますと必ず墓守という方が必要なんです、いますね、はい、で大体長男さんがされるんですけれども、はいはい、あのそれだとまあ子供さんですね、うん、で最近はその方たちがあのもう都会に出てしまって、うん、で地方の方なんではいらっしゃらないっていうのありますよね、はいはい、でそういう感じで今あの地方の方では墓じまいっていうのが始まってます、うん、墓じまい、はい、お墓が閉まってしまう。そうなんです、はい、私があの実家福岡なんですけど、はい、あの前回帰った時にこの話いただいてましたので、うんうん、あのじゃあお墓の霊園とかお墓のそういうのをあのもらおうと思って、はい、あの葬儀所に行ったんですね、はい、そしたら今は墓じまいの時代なのでお墓は売れませんとか言って、はい、パンフレットも置いてなかったんですよ。お墓はオンセールではないと、はいはい、言われて、そういうもう深刻、はい、地方では深刻なちょっと状況になってきてます、はい、あと2つ何か違いがあるんですか、はい、そして、はい、その3つ目はあの墓守がまあ必要ということで、いなくなってしまった後に墓じまいをして、うん、でその子どもさんが都会に行って納骨堂とかに移されるんですよね、はい、で納骨堂は、はい、あの金額によって期限が決まってるんですね、はい、10年とか20年とか30年、はいはい、そうなんですね、はい、無期限ではないんですね。無期限ではない、はいはい、引っ越ししなくちゃいけない、引っ越ししなくちゃいけないかそのもうその10年経ってしまって期限が来て、はいはい、その遺灰を取りに行かなければ、はい、あの合葬といいまして、はい、他の方と一緒にもう、はい、グループみたいにこう永代供養みたいな感じで、あ、はい、そうなってしまうんですね。なんですね、合葬、はい、合葬と日本では呼んでるんですけれども、はいはい、いずれはそういうふうになってしまう、はい、でもハワイのお墓は、はい、あの期限がないんですね。ですから無期限、無期限です、はい、はい、賞味期限ありませんみたいな、ありません、はい、なので、はい、ずっと、はい、あの
もう一度埋葬されたらそこから、うん、取り出されることはないということなんです、はいはい、で最後の一つ目は最後の違いというのは何なんですか、はい、そうですね4つ目がですね、はい、日本だと、まあ、お寺にお墓がありましたら、うん、お布施とか、はいはい、維持費とかっていうのを払わなければなりないですよね、はい、結構高いですよね、はい、で納骨堂も、うん、やはり年間管理費みたいなのが管理費ありますね、はいまあ、ほとんどのところがそれを支払うようになってるんですけれども、うんうん、アメリカでは永久ファンド、ケア、はい、永久ケアファンドっていうのがあるんですけど、はいはい、それをお墓を買った時に一緒に払うものなんですけど、うん、それを払っていただいたら、うん、その後一切かからないんです。あ、もう一回払いでおしまい。おしまいです。なるほど、はい、それはいいお得って言ったら失礼ですけど、そうなんですね、はい、それで私みたいにその子供がいない方とか、はい、あと独身の方なども、はいはいはい、払ってくれる方がいなくなってしまいますので、うん、あ、ここだったら、うん、もう買ってしまった後に私たちが死んでも全然、うん、心配がない。なるほど、ね、永眠できるんだっていうので、はい、そういう違いがあるということで、はいはいはい、今日は大変面白いお話を有意義なお話だったと思って最後にじゃあもしもっと興味があるので、はい、恵美さんにお話を聞きたいという方がいらっしゃるかと思いますので、はい、ちょっとご連絡先などを伝えていただいていいですか。はい、はい、私の電話番号が 808-636-3175 です。そして E メールアドレスがemi.hanamizu@bot.valleyoftempleの頭文字なんですけど、でハワイ HI ですね .com。はいはい、じゃあそちらの方にご連絡をいただきたいと思います、はいはい、それではお時間が来たようです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Okay, we are out of time. Thank you very much for Emmy for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. We'll hear about Naginata tradition from Miss Hanae Mori Hanae Miura, sorry, a master teacher of traditional Japanese long-handed sword in HawaiiThank you all for watching ThinkTech Hawaii. I'm Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. See you soon.